はい、こんにちは、ストルウィンです。いきましょい。笑える画像が本当に面白いのか検証してみようの巻でございます。さあ行きましょう。うん、まあとりあえずなんか結構なんかボケて的なやつなのかな。なんか昔結構あったよね。今でもあんのかな。ちょっと落とされるね。次サクサクいくよ。多分私笑わないと思うんですよね。私でもね、かなり笑い上手だと思うんだけどね。うん。説明ワードだ。とにかく今はカリカリと魅力をくれ。カリカリってなんだろう。あれかな、そういうおやつかな。猫ちゃんね。これ猫ちゃんが率先してやってんならいいんだけどさ、意図的にこういう風にやるとよくないよね。マジです。しかしどう見たって居酒屋の面構えだ。それもちょっと高めの。どれ、油汁でも投げ入れてみるか。うん、え、何これ、なんか流れてきた。コメントが出てきた。触っちゃったからかな。ちょっと待って。あ、違うな。これあれか、なんかアソパソマソのパロディみたいな。どうしよう、全然面白くないぞ。うん、あー、あの、なんだっけ、山田さんじゃなくて、なんだっけ、山本さんでしたっけの、なんかちょっと似てるみたいなっていうことかな。あれは嘘だっていう、あの、映画のね、と被せてると。ある程度元ネタが分かんないと笑えないやつもたまにあるんだろうね。ごめん、全然笑えないぞ。私結構笑い情報ってかすぐ笑うんだけどね本当に笑っちゃうよ今です。でも自嘲したてんだよね、ふって。うん、でもネタでは笑ってないな。えぐいな。でも違う想像しちゃいそう。ワンちゃんが、ワンちゃん、これワンちゃん、あ、猫ちゃんか。ワンちゃんに見えちゃった。なんか痛々しいな。笑えないな、むしろ。痛そう。うん。100円ワロス。ワロスっていうものがあるんだっけ？どうしよう。思った以上に笑えない。もうちょっと笑けるかなと思ったんやけどね。左から和田アキ子、健直子、化粧したチンパンジー。どうしよう。笑えない。痛そう、むしろ痛そうみたいな。まあ多分ね、その今のテンションとか、今正直ね、あんま笑えるテンションじゃ確かにないんだよね。ちょっとね、いろいろね、やらかしてね、やらかしたってことでもないんだけど、ちょっとね、ミスをしたりとかして、ちょっとへこんでるから、逆にね、へこんでる気持ちを楽しく笑いに持ってこようと思ったんやけど、なんだろう、薬とも来ないな。つるりんカップ。ネタが分かんないな。この競技名を教えてください。勘違い平行棒。これ本当にやってんのかな。すごいねこれね。感心しちゃうな。そう、お前の言う通りだ。赤木、何も返してないのに話を進められた。どうしよう、笑えないな。いいか、打てと言って、もう打っちゃったよみたいな感じ。こう、いいか打てと言ったら打てよみたいな感じなんだけど、すでに打っちゃってますみたいなんですね。キラキラネームランキング。ソラ、ココア、ノア、キララ、ピーナ、ドレミ、ナイキ、ラブホ、キティ、ショーン。ラブホってすごい名前だな。しかしな、確かに。いやでも全然、でもなんかすごいねこれね。今ってほんとこういうの多いみたいなね、キラキラネームって。大変やけどね。結構私なんかはね、割と名前も名字も結構特殊で、若干ね、むしろ読んでもらえないことが嫌やったから、子供にその気分を味わってほしくないけどね。虫刺され、肩こりにも、ネピア、トイレットペーパー12ロール。虫刺され肩こりに関係ないやんっていうことかな。まあミスプリントですね。お一人様1下げまでっていう言い方するのかな。
どうしよう、笑えない。例えば君が傷ついてくじけそうになった時は必ず僕が関わっている。なんだろうな、結構私本当笑い上手なぐらい笑うんだけど、まあ、今確かにテンションってあんま高くないんだよね。体調あんま良くないしテンションも高くないんだけど、笑えないもんかな。芋焼酎と麦焼酎、日本酒、そしてもっこりね。どうしよう、笑ったら終わりにしようと思ったんだけどな。アセリは禁物、アサリは海産物。うまいこと言ったような。どうしよう、全然笑ってないぞ今のところ。叫ぶと必殺技っぽくなる言葉を教えてください。浜田、結果発表。あ、浜ちゃんのね、結果発表ってやつね。全然思んないな今のところ。講談社の絵本、なんとか種、いっぱい出たね。そうね。一向に普通免許が受からない。絶望的ですね。おお、すごい。むしろさ、笑うっていうか、すげえっていう、単純に感心しちゃう。今、見守り中だよ、坊やしっかり。いや、はよ助けたれやっていう。何これ、分かりづら。どこに笑いどころがあるのか全然わかんねえな。とりあえず、レシピなんだね、これはね。スイカと馬肉と黒色火薬と豆腐と味噌と、もうなんかもうめちゃめちゃやな、これ。スイカバーが4トン、トラック5台分。この辺が笑いどころなのかな。わからん。ネタがわからん。僕は元気だよ、裏声。やばい、終わらない、終わらない。笑ったら終わりにしようと思ったのに。これはあれか、排水口のあのところが、なんかトーストのあれに似てるからパン置いてみたよ、みたいな感じ。カンタのハーフ型の祖母。サツキの名誉、本当の孫のように可愛がり、二人の面倒をよく見てくれる。行方不明の名誉を探すことを忘れて、この顔で家に帰る。いや、めっちゃ名医ちゃん。言うてたで。東京で死ね。これはもう、ネタも何もあれちゃうんだって。結構こういうのあるよね。樹海でさ。これなんか結構マジなやつなんじゃない？これ。もうネタとかじゃなくてさ。こういう辛辣な言葉を投げかけてでも自殺を止めたいと。まあでも東京で死ねって言ったら結局自殺になるのかな。なんとも言えないけど。かっこいい寝言を教えてください。俺は何があっても絶対眠らねえ。寝とるけどなっていうことなんだろうね。ワンちゃん。これもなんかな。私ね、ワンちゃんにあんま服とか着せるの好きじゃないんだよね。肯定派じゃない。でもこれなんか かわいそうやなって思っちゃうけどね。明けましておめでとう。元日ですよ。明けましておめでとうございます。今年もよろしく。元日ですよ。明けましておめでとうございます。お年玉ください。私には意味がわかりません。よろしければお年玉くださいはインターネットでお調べしますよ。これ何？シリとかのネタなのかよくわからんけど。何これ？ボイスレコーダーかなんか？なんだ？これ何を持ってんだ？ごめん、わからん。でも普通だよね。記者がボイスレコーダーを持つのは別に不自然じゃないよね。なんだろう。これ昔見たことあるんぞ、これ。あ、これ見た見た。これなんか動画で見たわ。そうそうそう。これすごいよね、ワンちゃんがね。これ見ましたね。見逃さないで、子供たちの飛行のサイン。1、急に服装が変わる。2、言葉遣いが荒い。3、トランク一つだけで飛び回る。トランク一つだけでってこと？ロマン飛行かな？97年ね。これで難問をカレーに解ける。うまいこと言おうとした感じだね。なんとカレーね。どうしよう、笑えないぞ。バナチン。ってか、これはやってますよ、皆さん。これやってるな。やってんな、これ。際どいぞ。笑いは来ないな。ちょっと薬とはしたけど。下ネタってずるいな、ある意味な。すげえ、本当にこんなこと書いてあるのかな。
あ、これあれか。はい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 、はい、あれだ。日本語訳じゃない。なんていうか、あれやね。なんていうか、これ何語だこれ。中国語かな。あ、これはあれですね。求人のやつね。うかつきこでまぬし。うかつきこでまぬしっていう、あれな。どこがおもろいんだろうな。業務拡大につき。あ、社畜スタッフかな。多分、ここが笑えるとこかもしれんね。社畜って。そんな募集の仕方され誰が行くかみたいな。彼女に誰だってやったら知らない男の名前が出てきた。まあ、やっちゃったやつだね。ホームランを打ったら手術と約束した選手が見逃し三振。まあ、あの、なんかベイブルース的な話あるよね。猫これ。わあ。なんだろうこれ。かわいいな。かわいいけど、ぬっててるからね。カメラ知ってんだかな。カメラ意識してる。俺はお前に何もしないと。家庭教師が初日からこんなこと言ってきた。まあ、なんかしろよっていうね。村一番のリバウンド。これなんかのお祭りのやつなんやけどね。お前らは豚や牛の命乞いに耳を貸したことがあるか？もうとんでもないっす。どうしよう。今、笑うテンションじゃないんだろうな。多分、疲れてるからかな。これ上の方、上見れないんだけど。一番結構1コマ目重要じゃない？ USB ってどっちが表なんだかわからないよな。2と同じ筋がある方が裏だ。おじいちゃん、おばあちゃん、早く振り込んでよ。どうしよう。これは一生笑えないんじゃないか、もしかしたら。ちょっと待って。なんかないかな。ほんまめちゃめちゃおもろいっていうのないかな。なんやね、上の階のやつうるさいわ。目線がそうだからね。これ何これ。なんか心配なんだけど。心配だな。やめて。歯向かって来てください、母より。まあ、ベーコン買ってきたよ。歯向かったからか。ハムを買ってきてくださいなんだけど、こう、歯向かうという日本語をこう、かぶせ、ハムのところをあえてベーコンを買ってきたというネタ。ネタの説明してしまうと、なんとも。妄想対決、妄想対決選手、ヒゲはじめ、朝起きたら隣の美人妻がまたがって僕のあれやべえどこまでこうでずらはじめ、なんだ俺、ネタが、そういう妄想対決的な、笑へん、笑えない。あ、やらかしてる。アライグマラスカルが、っていうこと？どうした今、本当に今、なんかね、私本当結構笑い情報なとこあるんですけどね。全然笑えてないぞ、今んとこ。何これ。怖なんか。サンタさんが、こういうのあるよね、なんか。なんか朝鮮人参だか高麗人参だかこういうのあるよね、なんかね。これも大根っぽいんだけどさ。うわ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 、これ笑えんのこれ。笑えねえんだけど、結構大惨事だこれ。危ねえ、怖っ。卵かけご飯、これあれじゃねえ、これニャンチューのやつじゃないこれ。ニャンチューでお姉さんがやらかしたやつじゃない、違う。いいかい、もう一度言うが、君の会社は隣のビルだ。やばい、ほんまに今、何見ても笑えなそうなんだけど。なんかね、肉食ダイエット、顔芸ですね、これはね。すごい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 。もうなんかね、すごいっていう感想になっちゃうよね、なんか。笑うっていうか。35ヶ月。私の両親が夜泣きに悩まされ、どのくらい経つと思う？35ヶ月。
35億とかけてるみたいな。お客様のご意見をお聞かせください。店員の態度が新潟市内で一番悪い。教育しろ。教育に努めていきます。ちゃんと返してるやん。内側髪が切ったと、外人が来たと、わーやったー、柔らかい、お金ください。父の寝癖がひどい。あ、寝癖じゃね寝言がひどい。わかめわかめ、ひひひ。堀川くんがさらにおかしくなった。堀川くんね。この絵なんだっけ、めっちゃ見たことあんな、この絵。あれかな、モグラの歌とか。波動拳に 2% だけ含まれてる成分とは、ニコチン。うわ、流れてきた。うわ、まあね、うぃー。いやいやいや、笑いね。むしろ全然笑えないんだけど、やめて、こういうの。こういうのやめて、ほんとに。お店にいる、なんでいんねんっていうことかな。すいません。過去に止めていた僕のホワイトベースを知りませんか？こんな形をした宇宙船なんです。つる。つる。近藤春菜じゃねえよ。角野卓造じゃねえよ。的な。近藤春菜あんま似てなかったな、今の人。理想の彼氏像。お金持ってる無駄なくてしないで。この子さっきもいなかった？ちょっと違う子が。隠れていたみたいな。結構全然いたけど。うのって言ってない。これちょっと面白いけどね。面白いけどなんか笑えるほどでもないな。これさ、実はさ、この子は気づいてないっていうパターン。あ、でもめっちゃ気づいて、あ、気づいてなかったのかこれ。リアクション、猫ちゃんのリアクションは可愛いね。確かに。ご覧ください。僕の席です。譲ってるとこやろ、本来は。余ったれんじゃない。これさ、上がさ、取り入れてんの、なんなのこれ。こういう仕様なの。私の携帯の表示の問題、これ。上が取り入れちゃってんだよな。暴力で解決する平和なんて捨てろ。何を言ってるのかわからないな。いいか、お昼ご飯は今食べたばっかりだ。ボケちゃってるのかな。プッチン、プーチン的なネタ。ルンバに猫が乗ってるやつかわいいよね。猫パンチを繰り出していく。ちょっと薬としたな、確かにな。畜生、あいつらやっぱりプロミスだ。わからんでもないね。まあ、だから CM とかのモデルと知ってるとおもろいかもしれんけど。え、この美味しさでシャンプー？シャンプーではないな。ね、これクマモンが乗ってる？薬と来るやつかもしれないね。ん？どうしたんだ？俺嬉しいんだ。こうしてロベルトにブラジルでサッカーのコーチを受けることだ。ん？こうしてロベルトにブラジルでサッカーのコーチを受けることだったんだもん。日本語がすでにやばくない？これでもこれってもともとこうなのか？ここで問題です。レッドブルは何を授ける？翼を授ける。英単語にありがちなこと。読まれない K や E。発音記号を読めない。マウンテンのスペルを覚えるときにモウンタインって覚えただろ？まあ、モウンタインって覚えたかな？でもそういう覚え方するよね、確かに。よろしければアフィリエイトで稼げるようにお教えしますよ。サキタンかわいいな。オイラは木村拓哉2の85歳だぜ。サキタンはどこ住み？何歳？会える？いつ会う？ああ、興奮してきたよ、サキタン。どこ住みなの？資産はどっち持ってる？返事まだ。オイラもう我慢できないから住所教えて。すんなはし、いやは？お前北朝鮮好き？サキタン臓器何色なの？返事まだ？笑えないわ、いろんな意味で。まあ多分、あのね、ああいうアフィリエイトとかそういうなんか情報商材とか危ういやつって逆にああいう風にね、やばいやつを装って撃退するみたいな感じなのかな。例えば君が気づいてくじけそうな時になった時は必ず僕が書く。あ、これさっき見なかった俺。岩井来た。ごめん、ネタがわかんねえ。ドドドドド、スカイツリー、何その壊しがありそうな建物、ゴジラが高ぶってますね。吉川さんだ、着信音がユニーク。ごめん、上が見えねえ。
上が見えねえ。ないものはない、スーパーサンフレッシュ、かっこいいね。伝票を見た瞬間、関か二宮金次郎。変われよ。これ見たことあんな、これ。ファンはおかしくなっちゃいそう、心臓が破裂しそう。どうしよう、笑えねえ。なんだあんなとこ城建てたん。これね、字が見えないんだよな。保育園就職してる方でないとちょっと、企業、お子さんを預けられる方でないとちょっと、ごめん、ネタがわからない。ママの、はい、まあ、何でも全然いいけど、頭も触るから喧嘩になる。ママ、あたり、あたりの方がいい。ママが思う気から当たったらあかんっていう。けど、弟は双子で35歳。いや、そっか。貼り付けにされた仲間の方、キチや。アワビと訂正、おわびがアワビになってるでってことね。ラストやん、これ。何これ、バツかける。ああ、 2×4 は8ってことね。ああ、ユニフォームのね、番号がね。終わったー、笑えませんでした。というわけで、こんなもんかな。なんかもうちょっと違うアプリなのかな。ちょっともうちょっと笑えるアプリを探していきたいと思います。というわけで、お疲れ様でした。バイバイです。